ミッドジャーニーの基礎徹底ガイド、初心者でもゼロからプロ並みの画像が作れるようになる動画。 AI 部のタクです。ママです。ミッドジャーニーとは画像生成 AI で、欲しい画像をお願いすると AI が画像を作ってくれます。 AI ちゃん天才。ママもやってみたいからコツとか教えて。ミッドジャーニーを例に紹介しますが、他の画像生成 AI でも応用できるテクニックをお話しします。ママ、難しいお話わかんないから簡単に教えてほしい。この動画を見ると、未経験でも誰でもプロ並みの画像が作れるようになりますよ。では始めます。まずミッドジャーニーに登録をしてください。登録にはディスコードが必要です。ディスコードは完全に無料です。ディスコードのサーバーに入ったら、メンバーリストを表示してミッドジャーニーボットにメッセージを送ると、ミッドジャーニー機能を独占できるので、この DM を使いましょう。 OK です。おすすめの基本設定を説明します。スラッシュセッティングスと打つと設定を変更できます。ここのリミックスをオンにしてください。リミックス？このリミックスモードについては後で説明しますね。ここでミッドジャーニーのバージョンを選べます。バージョン4かバージョン5にしておいてください。今回はバージョン4を使っていきます。スラッシュイマジンと打ち、ウサギの画像を生成してみましょう。スラッシュイマジン、ラビットと打つと画像が4つ生成されます。 AR って何？この AR というのはアスペクト比です。横と縦の長さの比率で、今回は16対9の横長画像を作ります。しばらく待つと画像が生成されます。右上のうさぎさんがいい。気に入った画像が見つかったら、下の U のボタンを押して、 U の1から4の中から画像を選ぶと、解像度が上がった画像が1つ作られます。 U は解像度上げる、アップスケール。4つの画像の中で、この黒背景のうさぎが気に入ったけど、少しだけ修正したいときや、ちょっと違うパターンを見たい場合、この V のボタンを押すと、選んだ元画像をベースに4つの違うパターンの動画が作られます。この1つ目の画像で違うバリエーションの画像を作ってもらいます。こんな感じでベースはほぼ同じだけど、若干耳や目など細部が違う画像が4つ作られました。 V のボタンを押すと、微調整されたいろんなバリエーションの画像が作れるんだね。この黒背景のウサギにサングラスをつけさせてみましょう。先ほどと同様に V のボタンを押すと、こういうメッセージが表示されます。このメッセージは、最初に設定したリミックスモードをオンにしてると表示されます。先ほどは何も記入せず送信ボタンを押しましたが、ウェアリングサングラスと記載してサングラスをつけさせてみます。いい感じにサングラスつけられたね。4つ目の画像が一番クオリティが高いので、この画像をベースに再度バリエーションを出してもらいましょう。 V4 のボタンを押すと、4つ目の画像を元に画像が作られました。活かしてる。いい感じですね。ここで作ったウサギをベースにいろんな画像を作りたい場合は、シード機能を使うと便利です。シード機能？シード機能を使うと、ベースとなる画像をもとにいろんな画像を作れるようになります。ここからスタンプで手紙のスタンプを押すと、ボットがシード番号を教えてくれます。手紙のスタンプを押すのね。このシード番号を指定すると、その画像をベースに画像を作ることができますよ。どういうこと？例えば山の中を歩くウサギの画像を作ります。スラッシュイマジンと打って、山の中を歩くウサギと記入して、シードと書き、先ほどのシード番号をコピペしましょう。そうすると、元画像をもとに山の中を歩くサングラスをつけたウサギが生成されました。かっこいいね。同じくシード機能を使うことによって、ピクニックさせたり映画を見させたり、いろんなサングラスを着たウサギの画像を作れます。どれもかわいい。このピクニックしているウサギをアップスケールボタンを押して解像度を上げてみます。この下にあるボタンは何？言葉で説明するより見てもらった方が早いので実演しますね。まずこのベータアップスケールのボタンを押すと、若干いろんな補正を加えながら高解像度の画像を生成してくれます。違いわかりますか？サングラスとかバッグとか葉っぱとかいろいろちょっと違う。ライトアップスケールを押してみると、画像自体はあまり変えずに、よりシンプルな描写になって高画質化するボタンです。ほんの少しだけ変わった。ディテールアップスケールを押すと、画像に細かいディテールが追加されます。ちょっともざもざした感じのトーンに全体的になりました。確かにちょっともざもざ。リマスターボタンを押すと、もう少し大きく変わります。 AI のモデルが変わるボタンで画像が変化しますよ。全然違う。こんな感じで画像を作っていって、これらのボタンなどを使いながら微調整すると、作りたい画像に近づいていきますよ。こういう流れで画像を作っていくんだなって
なんとなくのイメージをつかんでもらえましたかね。自分でも早く試したい。ここからはより具体的な画像生成 AI でのプロンプトテクニックを紹介していきます。ちなみに残念なことに、今までミッドジャーニーは無料でも使えていたのですが、現在は無料プランが停止しています。無料で使いたい人はステーブルディフュージョンや Bing のイメージクリエイター、 Adobe の Firefly、 OpenAI の DALL-E などが有名ですが、ブルーイローなども見かけ上ミッドジャーニーとほぼ同等に使えるのでおすすめです。これらを使っても今からお伝えするプロンプトテクニックは有効です。ミッドジャーニーは月額10ドルからのプランがあります。まず始めてみたい人はスラッシュサブスクライブと打つと課金するためのページに移るので、そこでクレカ情報を登録して始めてみてください。早く次のテクニックが知りたい。何か簡単にできる方法を教えて。はい、簡単に画像生成 AI を使いこなすための公式を用意しました。特に始めたばかりの人はこの公式をもとにプロンプトを作ると良いです。まず作りたい画像のテーマを書いて、その後画像のスタイルや構図、照明、機材、アーティストなど情報を補足していく感じです。この公式を使ってプロンプトを作ればいいの？どういうこと？例えばウサギの画像を作りたいとします。ただ単にウサギと記入して画像生成するとこんな感じのウサギの画像ができます。悪くなくない？悪くないんですが、これから見せる画像の例を見るとちょっと意見が変わりますよ。さっきはラビットとだけ AI に指示しましたが、キーワードを増やしてみましょう。先ほどの公式にあった通り、画像のスタイルの指定をまず試してみます。例えば先ほどのラビットから一つキーワードを足すだけですよ。スラッシュイマジン、ラビット、ステンドグラスと打ってみます。こんな感じでスタイルのキーワードを一つ追加するだけで、ウサギのステンドグラスの画像であったり、ウサギの水彩画の画像、ゲームのような8ビットのウサギの画像、ウサギを擬人化したり、ウサギの浮世絵風画像であったり、リアルなウサギ、ピクサーの映画で出てきそうなウサギ、ジブリに出てきそうなウサギなどなど、スタイルを指定するだけでもこんないろんな種類のウサギの画像を作ることができました。どんなスタイルの画像かを示す単語を一つつけるだけでこんなに変わるんだね。はい、今出した画像はすべてラビットに一つスタイルに関する単語をつけただけですからね。次に先ほどできた画像に構図に関するプロンプトを足してみましょう。テーマはまたもやウサギ、スタイルは普通の写真にして構図を指定します。まずはウサギの写真で鳥から見える視点とかにしてみましょう。ラビット、フォト、バードアイビューと記入するとこんな画像になりました。ウサギから羽生えてたり微妙な画像もあるね。はい、そういう時は最初説明した通り V のボタンを使って良い画像から作り直したりすると良いです。今まであえてバージョン4を使っていたので、バージョン5を使うと解決することも多いです。プロンプトにバージョン5とつけるとバージョン5になります。バージョン5にするとかなり改善しました。かなり良くなったね。以後バージョン5を使いますね。地面から撮った写真だったり、全身が写る写真だったり、近寄って撮った写真だったり、かなり近寄ったり、カメラの構図を変えることができます。プロが撮った写真みたい。こんな感じでどんどん公式に合わせてプロンプトを足していけば、どんどん作りたい画像に近づいていきますよ。慣れれば簡単そうだね。ライティングに関しても先ほどのプロンプトに一つライティングのキーワードを足せばよいだけ、映画みたいなライトの当て方だったり、ムーディーなライトだったり、ネオンライトを当ててみたり、朝日を浴びる様子だったり、先ほど作った地面から撮ったウサギをライトを変えるだけで印象を変えることができます。少し変えるだけで違いが出るから面白いね。今度は朝日を浴びるこの地面から撮ったウサギに対して機材、効果を指定してみましょう。こうやって公式に合わせて一つ一つキーワードを追加していってるんだね。 GoPro で撮ったり、コントラストの効果をつけたり、ゲームで登場するウサギのようになったり、パノラマ写真になったり、いろんな効果や機材を具体的に指定できます。全部すごいね。特定のアーティストや写真家のような画像も作ることができます。ゴッホが描いたようなウサギや、ピカソが描いたようなウサギ、バンクシーの作品のようなウサギなど、いろんなアーティストを指定できたり、いろんな写真家を指定することもできますよ。いい感じ。ところで疑問だったんだけど、そういうプロンプトのキーワードやアーティスト名はどうやって思いつくの？プロンプトに便利なツールを紹介しますね。アーティストや写真家のプロンプトはいろんな有志の人たちがまとめてくれているので、こういうものを使うのがおすすめです。
AIV が作ったプロンプト集もあり、この動画を見てプロンプト集を同時に見るとさらに理解が深まるので、ぜひ AIV のプロンプト集も見てください。完全無料で配布しているので、リンクは概要欄とコメント欄にあります。100以上のプロンプトが載ってある自信作です。なんと、それ以外にもミッドジャーニーの公式ページでも他の人のすごい作品がたくさん載っているので、作品とプロンプトを見比べて参考にするのも良いです。この歴史家というサービスはステーブルディフュージョンベースですが、いろんな画像とそのプロンプトを無料で見ることができるので、これもおすすめですよ。良さそう。このツールもスタイルやライティングなど選択していくだけでプロンプトが作れるので便利です。このサイトもいろんなプロンプトのキーワードがかなり網羅的に載っているのでおすすめです。いろいろあるんだね。これらも概要欄に載せておきますね。 AI 部のプロンプト集もかなり便利なので使ってください。ツールを使ったり自分でプロンプトを考える以外にも何かいい方法はないの？最初は先ほど使ったツールなどを使って他の人のプロンプトを参考にして真似してみるのも良いですし、動画の公式を使ってプロンプトを組み合わせて作っても面白いですよ。それ以外にもチャット GPT にプロンプトを作ってもらう方法もあります。チャット GPT を使うのね。はい、例えば森にさまようブラジル人の美女の画像をチャット GPT に作ってもらいましょう。森にさまようブラジル人の美女の画像を画像生成 AI で出力するためのプロンプトを英語で作ってと、そのままなお願いの仕方をしても良いですが、紹介した公式を変数にしてその変数をチャット GPT に自動で作ってもらうようなやり方もできます。なんか賢そう。公式を使って作ってもらった画像の方がクオリティ高くないですか？そうだね。ミッドジャーニーのプロンプトを自動で作ってもらうためのチャット GPT のプロンプトも AI 部のプロンプト集に載せておくので、概要欄かコメント欄からリンクを開いてください。チャット GPT を使うのもいいですが、画像からプロンプトを自動で作ることもできますよ。どういうこと？ミッドジャーニーにはディスクライブ機能があって、ディスクライブと打って画像をアップロードすると、その画像を生成するためのプロンプトを AI が教えてくれます。先ほど作ったこの画像をアップロードしてみましょう。画像をアップロードするとこんな感じでプロンプトが4つ作られます。ああ、この下のボタンを押すとその作られたプロンプトを使って画像を作ってくれます。つまり画像さえ用意すればその画像に似た画像を自動で作れるってことね。そうです。例えば昔行った旅行先で撮った写真をアップロードしてディスクライブ機能を使えば、その旅行先で撮った画像と似た画像を簡単に作ることができますよ。昔個人的に旅行した香港でのブルースリー像の画像をアップロードしてみます。ディスクライブ機能を使ってプロンプトを見てみるとちゃんとブルースリーと認識していますね。画像もこんな感じでできました。すごい精度だね。次にパラメーターの説明をしますね。パラメーター？ AR やシードや Q などプロンプトにつけることでミッドジャーニーのさまざまな機能を使えるようになるんです。まず AR と書くとアスペクト比を変えられます。横と縦の比率です。バージョン5になってからどんな比率でも作れるようになりました。アスペクト比を指定しない場合、1対1の正方形画像が生成されます。カオスのパラメーターを使うとプロンプトからは予想できない予想外の画像が生成されます。数字が大きくなるほど予想外な画像を生みます。アイデアに困った時は使うと面白いです。上から順にカオスを0の場合、50の場合、100の場合で同じプロンプトで画像を作りました。カオスが大きい方がプロンプトから外れていろんなタイプの画像が生成されていますね。なるほど。ノートつけると画像に含みたくない要素を消すことができます。どんな感じ？例えばこういうアートの画像を作ってみたときに、アート単体の画像が欲しいだけで家具とか壁の情報はいらないとします。そういうときにこの脳のパラメーターが使えますよ。どういう感じ？この画像に手紙のスタンプをつけるとどうなりますか？ちょっと動画の前半の復習です。シード番号がもらえるんだったね。ついでなのでシードのパラメーターについても改めて紹介しますが、その元画像に類似した画像を作ることができます。シードと打ってシード番号を記載するだけです。思い出してきた。シードパラメーターを使ってノートを打って、その後に壁、家具、絵のフレームと記載するとこれらの要素を画像に入れたくないという意味になります。できた画像を見ると家具や壁が消えました。ちゃんと消えたね。 Q をつけると画像のクオリティを変えることができますよ。何も設定しなければクオリティは1になっていますが、クオリティを上げたい場合は2にしたり、下げたい場合は
25や50と記入すれば良いですよ。クオリティを下げた機の画像とクオリティを上げた機の画像を用意しました。細部のクオリティが違うね。クオリティを下げると画像が早くできるし、コストが安くなるメリットがあります。反対にクオリティを上げると綺麗な画像ができますが、画像を作るのにかかる時間が増えてコストも増えます。急いでる時とか試したい時はクオリティ下げると良さそうね。スタイライズのパラメーターを使うと芸術性を変化させることができます。芸術性、 S と打った後に数字を入力すると芸術性度合いを指定できます。数値が大きい方がより芸術的な色や構図の画像になります。0と1000の画像を2つ作ってみましたが、下の1000の方がよりアートっぽいですよね。これはいろいろ試してみると良さそうね。ストップを使うとぼやけた画像を作ることができます。実際にやってみます。ストップと打って10から100の数字を書いてください。数字が低い方がぼやけた画像になります。画像生成の処理を途中でわざと止めるパラメーターです。おしゃれな画像を作りたいときに良さそうね。タイルを使うと同じ画像を繰り返すタイルのような画像を作れます。どういうこと？アイスクリームとプロンプトを打ってタイルをつけるとこんな感じで同じアイスクリーム柄が繰り返されたような画像を作ることができます。本当に壁のタイルみたいな機能ってことね。これらが基本的なパラメーターですが、モデルやバージョン管理のためのパラメーターもあります。モデル？バージョン管理？例えば V を使うとミッドジャーニーのバージョンを毎回設定しなくても指定することができます。虹を使うと2次元のアニメ調の画像を生成することができます。この虹モデルは AI アニメを作っている人たちにかなり人気です。漫画やアニメも作れるんだね。他にもまだ便利な機能がたくさん。自分でアップロードした写真をもとに画像を生成することもできますよ。例えばベートーベンの画像をアップロードすると画像を拡大した後右クリックで画像のアドレスのコピーができるので、プロンプトにこの URL を使います。画像の URL とサングラスをつけた男と入力してみましょう。画像の URL もプロンプトに使えるんだね。はい、そうするとベートーベンのようにペンを持った男がサングラスをかけてる画像が生成されました。好きな画像をアップしてプロンプトと組み合わせて加工できるってことね。画像2つを組み合わせることもできますよ。ブレンドと打つと画像を2つ以上アップロードできるようになるので、白い雲の画像と猫の画像を組み合わせてみましょう。そうするとこんな画像ができました。雲と猫を組み合わせた画像です。意外とかわいい。画像は5つまで組み合わせできますよ。次に2つの単語を分別するためのテクニックを紹介します。どういうこと？例えばホットドッグと打つと食べ物のホットドッグだと AI は認識してしまいますが、実は熱い犬の意味でホットドッグと言いたいとします。その時にホットとドッグの間にダブルコロンをつけると2つの単語を別々に分けることができますよ。分けるために使うのね。カップケーキと普通に打つと普通のカップケーキが作られますが、カップとケーキを分けるとカップに入ったケーキの画像を作ることができますよ。なるほどね。でもこれ使うことある？結構使いますよ。しかもこのダブルコロンは重み付けにも使えますよ。重み付け？例えばコップとケーキを分けた画像によりコップの比重を大きくしてコップを強調したい場合、コップの隣のダブルコロンの後に数値をつけましょう。今回はこういう感じで数字をつけてコップ3対ケーキ1の比重で画像を作りました。お、全然画像の印象変わるね。このテクニックはネガティブプロンプト的に使う時にも使えますよ。ネガティブプロンプト？パラメーターの時に説明した脳のように何かいらない要素を消すことです。あ、そんなのもあったね。鮮やかなチューリップ畑の画像がありました。チューリップと指示したのでもちろん赤いチューリップもありますよね。でも赤以外のチューリップの花を増やしたい場合、レッド、ダブルコロン、マイナス 0.5 とすることでチューリップ畑から赤色の要素の比重を減らすことができます。お、赤いチューリップが減って黄色やオレンジが増えたね。次に紹介するテクニックもかなり便利ですよ。何？いろんな種類の画像を一度に複数枚作れるようになります。詳しく教えて。例えばゲームのような8ビットの画像を猫、鳥、犬の3種類用意したいとします。そういう時はこうやって猫と犬と鳥をこの記号で囲ってイエスのボタンを押すと一度に3つの画像を生成できますよ。すごい。この機能が特に便利なのは同じ画像を違う大きさで作りたい時、8ビットの鳥の画像を複数のアスペクト比で作ってみます。3対2、1対1、2対3、
16対9の画像を同時に作ります。また同じくこの記号で囲うとアスペクト比が違う画像が4つ同時に生成されました。これはかなり便利だね。ミッドジャーニーを使って絵本やラインスタンプを作りたいと思ってる人も多いと思います。そういう絵本やラインスタンプを作るときには同じキャラクターでいろんな表情のパターンを作りたいですよね。できるの？通常全く同じプロンプトを使ってもバラバラな画像を生成してしまいますが、海外の人が発表していたやり方を紹介しますね。まず複数のキャラクターを一度に作りましょう。そのためにマルチプルポーズとエクスプレッションズというプロンプトを入れます。複数のポーズと表情という意味です。いっぱいできたね。気に入ったものをアップスケールしてこの画像を保存した後、この一つ一つの画像を切り抜いてください。どうやって？これはどんなソフトでもいいので、お絵かきツールやフォトショーなど何でもいいです。切り抜いたら一つ一つの画像をまたディスコードにアップします。画像を右クリックすると画像リンクをコピーできます。画像一つ一つコピーしたらこの画像リンクを使ってまたプロンプトを作ります。あ、画像リンクをプロンプトで使えるって今日教えてもらったね。そうです。この6つの画像 URL と一番最初にこの女の子を作ったプロンプトをコピペします。さっきの複数のポーズを出すプロンプトは不要なので消して、好きな表情やポーズを表す単語を追加しましょう。まずスマイルと入れますね。そうすると簡単にさっきと同じ女の子の笑ってる画像ができます。できた。同じやり方でいろんな表情やポーズを作れますよ。いろんな似た女の子の画像 URL をプロンプトに入れたから AI が出す画像の誤差が少なくなってるって理解でいい？まさにそうです。絵本やラインスタンプやアニメなどに使ってみてくださいね。いろんなテクニックを紹介しましたが、一回ではなかなか全部は理解するのは難しいかもしれないので、何度か動画を見ながら実際に使ってみてください。使って早く試したい。この動画で紹介したミッドジャーニーのプロンプトはコメント欄に載せる予定です。ぜひ使ってください。 AI 部では最新 AI 情報や AI の活用方法を紹介しています。チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。お願いします。最近 Twitter アカウントも作ったのでぜひフォローしてください。感想もコメントもらえると励みになります。今回はこれでおしまいです。ありがとうございました。